初手おはようでやんす。おやおや、毛玉の化身、朝から気持ちよさそうにへそ天、かわいいですね。はぁ、綺麗なポンポンやなぁ、からのローアングルやなぁ。おぉ、ビューティフォー。ちょっと毛玉の化身、私のチャンネル登録者数が30万人を突破した記念すべき動画に、いつまで寝てんのよ。さっさと起きなさい。オープニングはあんたが務めるって契約内容でしょ。どうやら今日はこいつポンコツのようですね。さっき朝ごはんあげるときはガン決まりな顔で食ってたくせに、食べた後すぐ寝るんだから。はい、今日の動画はね、記念すべきチャンネル登録者数30万人突破っていうことで、久しぶりに贅沢をしたいと思います。まあ多分タイトルとかサムネでネタバレされると思うけど、行ってみましょうか。私が神だ。ということで今回は30万人記念ということで、築地場外市場で好きなものを食べ歩きつつ、美味しい魚介を買って帰って宴をしていこうと思うぜ。これ場外市場で読み方合ってんのかな、ちょっとわかんないけど。はぁ、希少丼がうまそうやんなぁ。いや、引きこもりの私がコンビニ、スーパー、ジム以外の魚介に降り立つのは珍しいですよ。まずは胃袋にジャブがてら、山町さんの卵焼きをいただきましょうかね。恐ろしく早い卵さばき、俺でなきゃ見逃しちゃうね。みんな量を怠るんじゃないぜ。卵焼きお一丁だわ。はぁ、天地返し、鉄鍋わっしゃい、ペーパーペーパー。美しい卵焼きだ。家でもこのぐらい綺麗に焼きたいものですね。ジャブとか言いつつ2本買っちゃいましたよ。まあちょっと並んでね、1本だけ買うのってなんか並んだのがもったいなく感じるんでね。まあ2本でもいいでしょう。今はね、鳥インフルエンザの関係で卵が値上がりして、こちらの卵焼きも1本150円に値上がりしましたけど、やはり味は最高にうまい。ほんのり甘くて出汁の効いたプルプルの卵焼き、こんなん2本楽勝でしょう。築地に来たらぜひ食べたい一品ですね。おすすめです。お次は築地コロッケさんに来ました。こちらも最近 SNS で話題ですよね。こいつはグレートですよ。バイバイな明太もんじゃコロッケだぜ。すんごいピンクですね。原宿かと思いましたよ。上に乗ってる明太マヨもこれ最高ですけど、中のコロッケがもんじゃになってて、もう別次元のコロッケですね。トロトロでめっちゃうまいです。おすすめです。お次は築地空月さんに来ました。いちご飴やいちご大福などいろいろないちごスイーツが売ってますが、今日は少し暑いのでいちごミルキーソフトをチョイスしていく。こいつも完全にインスタ映えですね。さっきも言いましたけど、ここも原宿っぽいですね。最近浅草は原宿に進化しつつあるのかもしれませんね。お味の方は濃厚なミルクの甘さとイチゴの酸味が最高のマリアージュだ。お次はサノキ屋さんのマグロ焼き。今回はクリスピータイプの粒あんをチョイスしたぜ。たい焼きよりお前イケメンですね。出来たて熱々のうちにいただきます。ハフハフハフ、外はサクサク、中はもちもち、底辺 YouTuber のセコマル食堂よ。はぁ、最後にね、築地魚河岸開港橋で美味しい魚介を買って帰って、お家で宴をしていこうと思うぜ。こちら館内は撮影禁止なので、気になる方はぜひ自分で来てみてください。お店で食べるより、新鮮な魚をお安く購入できるし、フードコートもあるので、家族で来ても楽しめますよ。ただ今毛玉の化身、さすがに昼過ぎだから起きているか。早速だが、市場の購入品を紹介していきます。いた！なんそんねん。まずは王道を行くお刺身、マグロの赤身、500円1パックでした。お次はコリコリ食感がたまらない粒貝1パック500円だ。そして本日の主役級の本マグロの大トロ3000円。こいつは刺しが美しすぎて、刺し腹もびっくりだぜ。お次は今回第二の主役、人生初の箱ウニを買ってしまいました。こちらセール品で3000円でした。お次はコスパ最強部門のうなぎのかば焼きだ。こちら500円なんですよ。安くないですか？牛丼チェーン店のうな丼とか800円ぐらいしますからね。そしてラストに岩牡蠣1個320円を2個購入してきました。こんなんもう優勝でしょう。宴の開始だぜ。まずは大トロをカットしていきましょうね。さすがに1回でこの量食ったらね、もう死んじゃうんで、アラサーは。ちょうどいいサイズにカットしていきましょう。ああ、もう美しい刺し腹だわ。半分ぐらいなら食えるかな。これもう残った半分はショート動画の方で何か動画に使おうと思います。ギコギコはしません。一度歯を入れたら、スー。ギコギコはしません。一度歯が入ってしまったら、スー。僕刺身切るの下手なんですけど、とりあえず引いて切れって偉い人が言ってたんで、引いて切っていきます。
これ油の乗りがすごすぎて本当は一回切るごとに包丁拭いた方がいいんでしょうけど、ちょっとめんどくさいんで拭きません。皆さんはしっかり拭いて切ってくださいね。僕は反面教師にしてください。お皿に盛ってみました。これやばいうまそうじゃないですか。うわ、食いて、早く食いて。まだ慌てるような時間じゃない。それでも船頭ならなんとかやってくれる。ちゃんと酢飯は作って冷やしています。デブは暇さえあれば米炊いてますからね。お茶碗に持っていきましょうか。箱にもオープン。おう、ビューティフォー。ちょっと辛抱ならんので、ちょっと箱に人生初の醤油にダイブさせていっちゃっていいですか。いただきます。ああ、危なかった。こうやって来られた。まるで領域展開無料空所を食らったかのような感覚だ。玉剣！それでは気を引き締めて、酢飯にウニを盛り付けていきましょうか。ウニは崩れやすいからスプーンで優しく取り扱いましょうね。この箱ウニだけで一体何個分のあのトゲトゲしたウニが使われてるんでしょうね。30個分ぐらいなんですかね。いやー、あれを取り出すのは大変ですからね。ウニは手間賃がすごいかかってるって言いますしね。一つ一つのウニを海女さんたちに感謝しながら食べないとね。もう半分はオートローをセッティングしていくぜ。なんて美しい海鮮丼なんだ。こんな贅沢していいんですかね。まあ30万人記念ですしね。次は40万まで節約しましょう。こちらお刺身の方は素人感丸出しの盛り付けでやっていきますよ。いや、気まぐれクックさんってすげえな。今回はね、お祝いってことでお酒も解禁していきましょう。今回の海鮮たちに合わせるお酒はサントリー角ハイボール。オシャンティーな丸い氷をグラスに入れて、僕結構お酒は弱いんでね、この程度にして薄めで割っていきますよ。アルチューカラカラさんみたいな濃度で飲んだら死んじゃいますからね。カラカラ、アルチューカラカラ。宴の始まりだ。ヨホホホーヨホホー、ピンクスの酒を届けに行くよ。こっちに来たまえ、トリントニーチョッパー。絶景かな、絶景かな。お前、相変わらずムスッとした顔しとんね。わわわお、わわわお、踊り出せ、踊り出せ、孤独は先満員お礼。今は放っておいてほしいみたいですね。忙しい時に限ってスリスリゴロゴロしてくるんですよね、毛玉は。それでは皆さん、KP。いや、急に泣くからびっくりしましたよ。いやー、お酒美味しいですね。それではいただきます。それではいつもの価格に戻らせてもらって、まずは大トロからわさび醤油をちょこんと溶けて。うまっ。赤身行く前に先に大トロ行っちゃったよ。まあいいでしょう、順番なんで気にせずに。大トロとはまた違う良さですね。お次は粒貝もいただきます。コリコリすぎてココリコ田中だわ。ケピー。2杯目は少し濃いめにしていきましょうか。みんなは角杯飲むときどのぐらいの濃度で割りますか。よかったらコメントで教えてくれ。それでは本日の主役といっても過言ではない大トロウニ丼をいただきます。美しすぎる。一週間ぐらい部屋に飾っておきたいぐらいですね。溶かしたわさび醤油を垂らして、まずはウニからがっつりいただきます。芸術的ですね。あ、やべ、ウニってなんか他に近い味のものがないから形容しがたいんですけども、ほんと濃厚でクリーミーでうまいって感じですね。全ての視聴者と海女さんに感謝。ちょっと大トロの方もいただいちゃいましょう。いやー、ウニもうまいが大トロも最高だよな。はぁ、綺麗な刺しやな。いやー、これダメだ、うますぎて止まんない。いや、もう酢飯とね、大トロもウニも相性良すぎる。もう酢飯って神なのか。これうますぎて親指も立ってしまいますわ。
もちろんうなぎのかば焼きも忘れてませんよ。カトン、豪華滅客。炙っていきましょうか。はん、え、香りやな。うなぎはね、ちょっと焦げてるぐらいがうまいんですよ。やりすぎたわけじゃないよ。うまい。これがワンコインってなし信じらんねえな。ちょっとみんなも築地行ったらぜひ買ってみてください。いや、つまみがうますぎて酒が弱いのに酒が進んじゃいますよ。みんなも築地飲みしてみてね。もう本当に美味しいんで、ちょっと改めてもう一回箱鬼ダイレクトで行かしてもらっていいですか。スプーンでちょこんとわさび醤油をつけて、これが海のプリンや。言葉はいらない。男はグラスで語るのだ。こちらの残りの海鮮丼は道具街でゆっくりいただいていくよ。まあお刺身もね、ちょこちょこ食べながら飲んでいきましょうか。大トロも少し炙っていきましょうか。こういうね、魚も肉もそうですけど、脂っこいものは炙るとさらに美味しくなるんですよ。わさび醤油をちょこんとつけていただきます。炙った方がトロの脂をダイレクトで感じれますね。最高っすね。ウニも炙っていきましょうか。焼きウニってのがあるぐらいですからね、多分炙っても美味しいでしょう。これが海の焼きプリンってやつか。わさび醤油もちょこんとつけてスプーンでいただきますよ。こいつもうめえ。ただ生と焼きどっちが好きかって言われたらこれ難しいな。パスタとかにもしてみたいね。もちろん岩牡蠣も忘れてませんよ。こいつはね、少し調理に時間がかかるので、実は最初から火にかけておきました。フライパンにアルミを敷いて岩牡蠣とお酒を加えて蒸し焼きにしていく。適当にナイフでパカンしていきましょうか。中身の方はどうだろう。これは小さいのか縮んじゃったのか、殻が大きいからちょっと分かんないですね。まあ普通の牡蠣ぐらいか、ちょっと大きいかぐらいですかね。これ片方ね、焼く前に裏表間違えちゃって、途中でひっくり返して焼いたからちょっと変にくっついちゃって、ちょっと見た目かわいそうになっちゃったね。ゆずポンかけていただきましょうか。いやー、これでしょう。やっぱ牡蠣っつったら、僕牡蠣はね、焼き牡蠣が一番好きなんですよね、食べ方。みんなは生とか焼きとか牡蠣フライとか、どの食べ方が好きかコメントで教えてください。今日食べたものの中で一番濃いかもしんない。ウニと一緒か、ウニより濃いぐらいですよ。牡蠣ってすげえな。はい、ここまで見てくれた皆さんありがとうございました。私セコマル、お酒自体久しぶりだったのに、睡眠不足と大量の海鮮たちのおかげでこれだけしか飲んでないのにもかかわらず、もう酔いが回って眠たいです。もう今日はね、このまま寝たいと思います。本当にいつも動画を見てくれてる皆さん、チャンネル登録コメントしてくれてる皆さんには感謝しかありません。次はこれ作ってほしい、食べてみてほしいってコメントがあればぜひお待ちしております。それでは Have a nice day。